もう今9歳になります、今まで2年半経っておりますが、たった4回しか会っておりません。先ほどのものも話してましたが、子供を片方の 親としか会っていない 片親疎外というものになっております。片方の親だけでお子さんというのは育つんでしょうか。勝手に育つものなんですか、お子さんというのは。勝手には育ちませんよね。子供というものは結婚して初めてそこでお父さんとお母さんから生まれてきますよね。まあ確かにお母さんのお腹の中に1月10日お腹の中に赤ちゃんとしていますけども、だけど子供が生まれてから一緒に子供を育てていきますよね。私も育てたいんです。子供はどういうふうに成長しているかというのを見てみたいんです。ですが2018年の11月の21日、ちょうど水曜日でした。そこから私は子供の記憶は全くないです。どのように育ったのか、どのような生活を送っているのか全く分かりません。まあ私も先ほどの者が言ったように、まず、同居や、まあ、うちの妻は私も離婚しておりませんので、住所隠匿をされております。どこに住んでいるか分かりません。でどこの学校に、まあ、学校は変わっていないという話なんですが、学校の行事すらも行くことはできない状態です。まあ、以前なんか多分皆さんの記憶の中にあるとは思いますが、文科大臣、今の文科大臣の萩生田大臣いますよね。萩生田大臣が、ちゃんとそのあたりをしっかり2人で話し合ってから学校行事に来なさいというような、ものすごい別居親を差別したような言葉を発せられました。私は非常に残念に思いました、その言葉を聞いて。じゃあ離婚してない私たち婚姻中の、別居中の人間としてはどうしたらいいんですか。離婚しないと学校教授行っちゃいけないんですか。そこのあたりをしっかりしないと学校教授行っちゃいけないんですか。私いまだに離婚はしてないですけど、学校教授行きたいですよ。学芸会も行きたいし、運動会も行きたいですよ。どのように、あ、これぐらい成長したんだなとか、学校での顔とか家での表情だとかって違いますよね、お子さんっていうのは。そういう顔の表情だとか、そういうことを私全くこの2年半全くわからない状態で、今この状態で別居親の状態でいます。その中でたった4回しか会っておりません。子供の名前は翔太と言います。もう言っちゃいます、もう言ってるんで、もう子供の名前は翔太と言います。9歳です。助けてください皆さん、私の子供を助けてください。本当に会えないんですよ、4回しか。実の子供に4回しか会えないっていうのはおかしくないですか皆さん。おかしいんですよ。おかしいということをおかしいと言わないとダメなんですよ。じゃあまあ皆さんは何、人様の家の家庭だから、ああ別にいいやいいやというふうに思えばいいですか、それで。だけど皆さん、今は何もないかもしれませんけども、何かあった時に対処できなくなりますよ、その状態だと。私もそうでした。私もそのに離婚を単独親権なんていう言葉も知らなかったし、いきなり子供を連れ去られるなんていうこともわからなかったし、突然やってきたことですから、まあそういうのは突然やるものですからね、わかんないですけども、でも本当に突然だったんです。2018年の11月の21日の夜に突然そういうことが起きてしまったんです。もう忘れないです、2018年の11月の21日水曜日です。もう未だに覚えてます。家に帰ったらもぬけの殻ですよ、もぬけの殻。何がないんですよ、泥棒に入ったような状態でしたもん。家に帰ったらタンスもない、預金通帳もない、ハンコもない、何もない、全く何もないんですよ。家に帰ったら、家に帰って何もなかったらどうやら、もうパニクりますよ本当に。
私もう申し訳ないですけど、翌日会社を休みました。もうどうしようもなくて、もう本当にもうパニックっちゃいまして、もう本当に仕事にならなかったので翌日会社休みました。まあ、それからまあ弁護士さんだとか探したりだとか何やかんやってやりましたけども、今現在、皆さんもご存知かどうか分かりませんが、面会交流調停というものをまだ私は係争中でございます。先ほどのものは終わったというようなことをおっしゃってましたが、私はまだ、コロナ禍の中で、しばらくその調停というものが半年間取りましたので、まだ今1年半ぐらいやってますけど、まだ調停をやっております。まだやってるんですよ。だからまだ決まってもいないんです。まだ何も決まってないんです。何も決まってない中でまだたった4回しか子供に会えてないんです。たった4回ですよ。子供に会えるのがたった4回ですよ。本当にどう思いますか皆さん。自分の子供が4回しか会えないところはどういうことだと思いますか。本当にもう気が狂いそうですよ。私は本当に家帰っても誰もいないんですよ。本当に誰もいないんです。家に帰っても気が狂いそうです。本当に皆さん、ここにいらっしゃる皆さんのおかげで私はなんとかここにいさせていただいております。皆さんのおかげです。ここにいらっしゃるチラシを配ってる皆さん、仲間の皆さんのおかげで、なんとか、なんとか気持ちを抑えて、気持ちを押し殺して、なんとかやっております。だけど、家に帰ったら本当にもう孤独で孤独で、もうどうしようもないんですよ、本当に。でもこんなこと、こんなこと言ったってしょうがないことなんです。だから、本当にここでは、皆さん、ここにいらっしゃる皆さんのお力を借りて、ここにいらっしゃる皆さんのお力を借りて、2位、世論の力を借りて、この秋にある選挙あります。衆議院選挙があります。その選挙で共同親権ということを公約にしている政党を押し上げていただきたいんです。皆さんのお力で、皆さんのご協力の中で、今2月の今年の2月の10日に法制審議会がありました。上川法務大臣、今現在の法務大臣、3度目の法務大臣ですね。法務大臣が、法制審議会というものを立ち上げていただいて、諮問していただきました。2月の10日です。2月の10日に諮問していただいて、今、議法レベルになっております。で、それから今度は閣法というものになっていきます。で、それから今度は、法律としてなっておきます。どういう法律名になるかは分かりませんが、今現在離婚を単独親権から離婚を共同親権という法律になっていくと思います。じゃあなぜ共同親権になった方がいいのかというと、今世界で先進国 G7 先進国で離婚を単独親権である国は日本だけです。残念ながら日本だけなんです。 G7 で日本だけなんですよ。フランスもイタリアもイギリスも、福原愛ちゃんの件で話がある、台湾も韓国も中国もロシアもアメリカも共同親権です。じゃあ逆に単独親権はどこなんだというと、先進国では日本、あと非常に嫌なんですが単独親権の国あります。皆さんの知っている、拉致国家と言われている北朝鮮です。日本も北朝鮮と同じ扱いになってるんです。で、日本も、EU、ヨーロッパ連合、あと子どもの権利条約というものに批准しております。その批准している子どもの権利条約と、ハーグ条約に批准しているんですが、全く棚上げです。全く履行しようとしないです。この前茂木外務大臣がおっしゃってましたよね、北朝鮮の拉致問題と日本のハーグ条約の問題と一緒にするなと。一緒ですよ。
だって子供が離れ離れになってるわけじゃないですか。同じじゃないですか。親にとっては子供と一緒にいないんですから、一緒じゃないですか。拉致国家ですよ。だからヨーロッパからも国連からも避難勧告を受けてるんですよ。子供の権利条約を守れっていうことで勧告を受けてるんですよ。日本は何回も何回も何回も勧告されてるんですよ。そういう国でいいと思いますか。日本は、日本は先進国ですよね。先進国なのになんでこんな後進国みたいなことをやってるんですか。おかしいと思いませんか皆さん。おかしいことをおかしいと言わないとダメですよ。本当におかしいことをおかしいと言わなかったらもうそのままですよ。そのままで終わっちゃうんですよ。そのままでいいですか。それで北朝鮮と同じような形の拉致国家でいいですか。それで悔しいと思いませんか。私は非常に悔しいです。私は非常に悔しいです。北朝鮮と同じように扱われる国、日本がおかしい、おかしいというふうに言わないとダメですよ。やっぱり日本はこの単独親権という悪しき習慣をずっと、家制度、明治時代からずっとこの制度をずっと守っているのか守ってないのか分かりませんが、ずっとこれを続けております。今なんか最近、皆さんご存知かもしれませんが、離婚届の中に、なんか項目が増えたと、各欄が増えたというようなことを、上川法務大臣から話がありました。皆さんご存知だと思いますが、日本は協議離婚 90% の国です。先ほどの人間模様の話あったように、紙切れ1枚という言い方はちょっと良くないかも、言い方は悪いかもしれませんけど、離婚届1枚で離婚ができてしまうんです。子供のことを何も考えないで、子供の養育のことの計画も何も計画立てずに、離婚届に両方の名前を書いてそれを役所に出せば離婚届へ受理されてしまうんです。そういう国なんです。だから協議離婚 90% の国なんです。日本は子供のことを何にも考えてないですよね。子供のことを考えるのであれば、子供の養育計画を立てたりとかというようにちゃんとアメリカだとかそういうところはちゃんとやっております。裁判所でちゃんとやっております。共同養育計画書を出してくださいというふうにアメリカはちゃんと義務とされております。日本は義務になってないんです。面会交流も義務じゃないんですよ日本は。だけど私たちは別居屋であったとしても子供に会いたいんですよ。それが義務であろうと何だろうとちゃんと会いたいんです。私はたった4回しか会ってないから非常に会いたいんですよ。子供に、翔太に会いたいんです。会いたいんですよ子供に。会いたいという気持ちはおかしいですか。親が会いたいというのは、子供に会いたいという気持ちはおかしいですか。4回しか会ってないんですよ2年半で。おかしいことをおかしいと言わないともうそのままになってしまうんです日本は。だから皆さんの手で、皆さんここにいらっしゃる皆さんの世論のお力、皆さん民意のお力で、この秋選挙があります。衆議院選挙があります。国政選挙があります。その選挙の中で共同親権という項目を挙げている、公約を挙げている政党に票を入れていただいて、民意で世論の力で押し出していただきたいんです、国会議員の先生を。で、少しでも早く、今、2月の10日に法制審議会で諮問された、法律を一日でも早く、諮問されたものを一日でも早く世の中に出していただいて、今この世の中にいらっしゃる将来の日本を背負って立つ子どもたちが笑顔に毎日暮らせるように、両方の親に、お父さんも大好き、お母さんも大好きというように、一緒に普通に平等に会える世の中に作っていただきたいんです。皆さんのお力です。私たちの力だけではダメなんです。皆さんここにいらっしゃる、秋葉原にいらっしゃる
皆さんのお力をお借りしないとできないことなんです。だから皆さんご協力いただきたいんです。だからこのために私たちは毎週毎週このように周知活動をさせていただいております。皆さん助けてください。本当に私も子供に会いたいんです。子供に会いたいから皆さんのお力で会えるようにしてください。本当によろしくお願いいたします。本当に切に切にお願いしたいと思っております。私も4回しか会えないというのは非常に残念に思っております。非常に残念です。残念なんですけども、だけどやっぱりこのような活動をしていかないとやっぱり会えないから、子供に会えないから、子供に会えるように私たちも一日一日活動していきたいと思っております。毎週のようにこのような活動をさせていただいております。今日は秋葉原でしたが、都内で活動させていただいております。この秋には選挙があります。選挙でこのような離婚を共同親権、共同親権という言葉だけでも覚えてください。ハッシュタグ共同親権でもいいです。そうすると、Twitter とか SNS で今拡散されております。調べていただいたら分かると思います。今日本が離婚後単独親権になっていることも分かるし、共同親権というのはどういうものなのかということも分かります。分かっていただいた上でこの秋選挙がありますので、皆さんのお力、世論のお力、民意の力で国会議員の先生を押し出してあげていただきたいと思っております。本当にご協力よろしくお願いいたします。私本当に子供に会いたいんです。会いたいから皆さんにお願いさせていただいております。よろしくお願いいたします。泣きそうですよ。泣きそうです。秋葉原駅にいる皆様、マイクでずっとずっと大きな声で喋っておりますけども、私たち、別居中や、離婚後、子供たちが、離れて暮らすお父さんとお母さん、おじいちゃんおばあちゃん、自由に会えないから、自由に会わせてあげたい、そのためだけに、活動しているお父さんとお母さんたちで、ございます。チラシ、配っておりますので、ぜひとも、受け取って読んでみてください。今日本は離婚するとお父さんかお母さんしか、親権が得られない、養育することができない、一緒に住むことしかできない、そのような、日本でございますけれども、皆様も、そういうことは、日本は離婚したらお父さんお母さんどっちかしか親権得られないよねって、それが当たり前のように慣習付けされているのかと思いますけども、世界は全く違いました。世界日本の差、チラシ書かれておりますので、少しでいいので読んでみてください。日本と世界の差、驚くべきことが、チラシの方で書かれておりますので、チラシだけでも、手に取って読んでみてください。今の日本の法律では、子どもたちを、救うことができません。一部の子どもにかもしれませんけども、年間にですね、21万人の、子どもたちが離婚問題に巻き込まれてしまっております。そのうちの、15万人以上の子どもたちが離れて暮らすお父さんお母さんと、全く会えなくなってしまっているのが、約年間に、15万人以上の子どもたち、こんなにも多く、犠牲となっております。そのような子どもたちをですね、救うため、助けるため、精神的緩和をさせるためにも、今の法律ではなく、海外のように、離婚してもお父さんお母さん、どちらにでも親権がある、法改正の方、私たち、コイン雑誌、喋っておりますので、よかったらチラシ受け取って読んでみてください。私たち大人のエゴで、このような活動をしているわけではありません。子どもたちがですね、離れて暮らすお父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんにも会いたいんだ、
だけども会えない。どうすればいいんだ。じゃあ法律を変えたら会えるのか。法律変えたら会えるようになると、思います。そのために今上川法務大臣が今年の2月から、チルドレンファースト、そのように活動してくれておりますので、そのことも、少しですが、チラシ書かれておりますので、少しでいいんで、ちょっとチラシ手に取って、読んでみてください。そしてよかったら、写真撮ってください。写真撮って、ご自分のツイッターやらインスタグラムやら、何かしらに、ツイートしてみてください。今ですね、離れて暮らすお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんに、会いたくても会えない子どもたちも、ツイッターやらインスタグラムは、やっております。その中のコメントとか、読んでいただけると、分かるかと思いますけども、子どもたち、毎日毎日辛い思いをしております。離れて暮らすお父さんお母さんに会えない、辛い、もう死にたい、学校行きたくない、そのような悲しいツイート、たまに見かけたり、私いたしております。ですのでですね、私たちの意見は、子どもたちの、子どもたちの、ために、活動しておりますので、ぜひともチラシだけでも、チラシを手に取って、チラシを手に取ってください。今日本は変わろうとしております。日本大きく変わろうとしております。真剣争い、不毛な争いをしない世の中に、世界のスタンダードに近づくために、日本変わろうとしております。そのために、法改正スピードするために必要なのは、秋葉原駅にいる、皆様の、協力も、必須でございます。ぜひこの問題を知っていただき、協力したい、僕も助けになりたい、 私も助けになりたい、そういう方、またはそうでない方も、チラシの方を、ぜひ受け取ってください。一生懸命チラシ作っております。ありがとうございました。チラシの中は、読んでください。チラシちょっと読んでもらうと、日本がやってることおかしいなことに、気づくと思います。なんで日本と世界こんなに違うんだって、分かると思います。ぜひともですね、今日の、夕飯の時とか、お酒のつまみとかで、その際に、チラシを読んでみてください。ためになることいろいろ書いてあります。鼻高になれます。酒にしとくことにより、周りの知人友人に、周りの知人友人に、自慢することもできます。今年ですね、法律、子どものために、メディアの方もいろいろ報道されるようになってくれております。新聞各所、ネットニュースなどでは、この離婚問題、夫婦の問題についていろいろと、書かれております。難しい言葉を使うと、恐縮ですけども、共同親権やら、面会交流やら、養育費問題やら、そのようなことを、インターネットで検索してもらうと、簡単に出てきます。今の養育費問題と言いましたけども、2,3 割の方が、支払っ 2,3 割の方しか、支払っておりません。養育費、子供を成長させるためにはとっても必要なことです。だけどですね、今日本は、離婚するとお父さんかお母さんしか、親権が得られず、どちらかの親が赤の他人となってしまいます。だからもう自分の子供じゃないからお金払わない、そのような身勝手な親たくさんおります。それもですね、今日本がやってる法律のせいでございます。その法律を法改正するべく上川法務大臣動いてくれてますので、ぜひ協力してください。それですね、次に、子供の時に、お母さんに、連れて行かれた、そしてお父さん会うことができなくなった、子供の時の、当事者の方から、マイクしてもらいますので、新校長、新校長、新
少し耳の方を傾けてください。これがですね、子どもたちの声です。子どもたち、少し声を聞いてください。よろしくお願いします。秋葉原駅の皆様、こんにちは。こんにちは。少し、お時間いただきましてお話をさせていただきます。今ですねこちらで、共同親権単独親権という、ちょっと難しい親権制度の話を他の方々がしておりました。はい。なんでそんな話をしているのかというと、ここにいる人たちはですね、ざっくり一言で言うと家族と生き別れにされた人たちなんですね。そんな家族と生き別れなんてことがあるのかと思うかもしれませんが、僕は小さい頃に両親が離婚をして、お父さんの方に全く会えなくなりました。僕はお父さん子でした。お父さん子だったけれども、お父さんと会えることができませんでした。会いたいといえば母親からお前は悪い子だって言われたんですね。悪い子だと言われて叩かれました。そしてある日連れ去られてしまいまして、顔も知らない再婚相手の父親のお家で暮らすことになったんです。でここにいる人たちは逆に親の立場で子供を連れ去られて自分の実の子供に会えなくなった人たち。僕はですね、子供の時にこうした方がいいんですか、両親の離婚に伴って親に会えなくなった子供でした。自分の親に会うことができない、いやこんな不思議なことが日本では起こっちゃうんですけれども、でもそれも当たり前のことだと子供の頃は思ってました。なぜなら周りが当たり前だと思ってるからです。気づかないからです。でだけどもそれは世界で見るとすごくすごくマイナーな話で、世界では両親が離婚しても子供は自由に離婚をしたお父さんにもお母さんにも会うことができます。自由にアクセスすることができます。だから離婚をした子供たちが自分は離婚した子供の家庭だからって言って嫌な気持ちにならないんですね。僕は子供の時学校で、片親の家庭だと言われました。それだけでちょっと嫌な差別や偏見を受けちゃいます。同じように母子家庭の子供たち、僕のクラスでは、2人しかいませんでしたけれども、小中では1人しかいませんでしたね。やっぱりいじめられる対象になっちゃいます。でも親はそういったことに気づかないし、制度も変わらないとやっぱりなかなかそういう子供たちというのは救われません。だから僕たちは今、制度を変えたいなっていう話もしているところではあるんですが、でも個人的には何よりですね、やっぱり家族で苦しんだ人たちが同じようにこの問題を考えて、同じように今苦しんでる子供たち親たちが絶対にいるので、そういう人たちにですねぜひ声をかけてあげてほしいなって思います。片親で苦しんでる人たちというのは本当に根底のところで言うと制度の問題なんですね。でその問題で苦しんでいる子供たち親たちっていうのは、今日ここでお話をしているようにいっぱいいるんです。その人たちがつながるだけでも実はいろんな問題というのが解決していきます。分かりやすく言うと虐待問題、子供の虐待っていうのは日本ではすごくよく報じられてますけれども、ほとんど多くが片親家庭もしくは再婚家庭で起こります。日本では虐待問題、子供の虐待の死亡率すごく高いです。世界的に見てすごく高いです。そして子どもの自殺率も世界トップクラスです。僕も子どもの時片親家庭に育ったんでこういうニュースよく見てました。で同じ片親家庭の友達とよく喋ってました。僕らが病んで死ぬのいつ頃だろうねっていうこともよく言ってました。そういうことが子どもたちは平気で喋ってます。今の子どもたちも多分平気でそういうことを喋っていて、なんでそういうことが起こるかっていうと連れ去る問題っていうのが日本にはあって、子供が勝手に一方の親に連れてかれてもう一人の親と断絶させられてしまうという問題が一つ原因として言われています。私もその一人でした。
この秋葉原もですね、おそらく